どうもこんにちは、ヨヘです。毎度私のチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はですね、このカーハートの T シャツにパーカーで合わせたいっていう方に向けてサイズ感の動画を1本作りたいなと思います。前回この動画を上げた時にいろいろコメントいただくんですけども、その中でパーカーで合わせた時はどんなサイズ感ですかっていうコメントを何件かいただきましたので、それにお答えしたいなと思っております。で、今回合わせるパーカーのサイズ感はこんな感じです。ここに関してはちょっとご覧いただいている方の持っているパーカーのサイズ感によって異なるとは思うんですけども、今回このぐらいのサイズ感のパーカーで T シャツを合わせてみたいと思います。色に関してはちょっと分かりやすくするためにベージュで合わせたいと思います。で、サイズ感に行く前にお伝えしたいんですけども、このカーハートの T シャツの商品 URL はコメント欄に貼っておきますので、もし気になった方いらっしゃいましたらぜひそちらから飛んでみてください。それとこの動画がね、参考になったという方いらっしゃいましたらぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では早速サイズ感いってみましょう。どうぞ。はい、ではまずカーハートの T シャツの S サイズを着てみました。こんな感じです。はい、で私の身長は170センチの62キロになります。でこの T シャツの特徴はね、やっぱちょっと着丈が長いんですよ。で身幅はそこまで広くはないかなっていうふうに思います。あ、とはいえね、これは S サイズなので多少やっぱりゆったりしているかなと思います。はい、こんな感じです。どうですかね、色合いとか伝わってますかね。では続いて M サイズいってみたいと思います。はい、続きましてミディアムサイズ M サイズを着てみました。こんな感じです。はい、やっぱりね、着丈が長くなったと思います。なんでしょう、その S サイズに比べるとやっぱりこうパツッと感はなくなってきたかなと思いますね。パーカーで合わせると多少やっぱりゆとりがあると思います。まずやっぱりボリュームが出ているなっていう感じがしますね、 M サイズだと。はい、そんな感じです。じゃあ続きまして L サイズいってみたいと思います。はい、続きまして L サイズを着てみました。こんな感じです。はい、M サイズに比べるともう完全にあの T シャツとパーカーのかなりねゆとりがあるんじゃないかなっていう。オーバーサイズで、かなりオーバーサイズで着たいんだったらこの L で合わせてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、こんな感じですね。では最後に3サイズまとめた動画流したいなと思います。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。サイズ感参考になりましたでしょうか。パーカーのねサイズ感によって多分ちょっとね T シャツの合わせた時のこの圧迫感っていうのはちょっと異なってくると思うので、あくまでこの動画はね参考になってもらえればなっていうふうに思います。で、商品の URL はコメント欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらからご覧ください。で、コメント欄の方でも問い合わせ受け付けてますので、何かありましたらお問い合わせください。できるだけお答えしたいなと思っております。この動画がね参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひ高評価の方よろしくお願いいたします。私はですね、神奈川県小田原市でセレクトショップをやっております。このチャンネルでは主に洋服関連の動画を上げております。もしねチャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今後もファッションが楽しめるような動画や、このようなサイズ感動画、役に立つような動画もどんどん上げていきたいなと思っておりますので、もしお時間ありましたらまた私のチャンネルに遊びに来てください。はい、本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。